北アメリカ男子プロバスケットボールリーグはこのほど視聴率の低迷に再び見舞われました2011から2012年シーズン以来アメリカ abc ニュースでの視聴率は45%下がりターナーネットワークテレビジョンは40% espn は20%下落しました 世論調査によると NBA の新共産主義的な立場が国民の反感を買ったことが視聴率急落の主な原因であるとのことですアメリカメディアブライトバート・ニュース・ネットワーク18日の報道によると過去2回の NBA ファイナルの視聴率はいずれも低下しています昨年の視聴率は51%減で過去最低でした最もひどかったのは最終決戦で 視聴率の前年比で約70%減となりました。ハリス・セロン調査によると、自らをスポーツファンだと思う回答者の39%が NBA があまりにも政治的になってしまったと考えており、他9%の回答者が NBA の中国共産党との親密な関係でプロバスケットボールに落胆したと答えました。NBA は2020年シーズンでブラック・ライブズ・マターへの支持を 公に表明したためアメリカの一般市民や保守派の大多数から反感を買ってしまい視聴率が急落しましたその後 nba コミッショナーのアダムシルバー氏は今後ブラックライブズマターへの支持を公に表明しないと述べましたしかし2021年シーズンの視聴率を見るとシルバー氏の発言は手遅れだったかもしれません